いやー、やばいね。このクイーンズブラッドとかいうゲーム面白すぎないですか？これちょっとやばいよね。どうですか？皆さんやってますかね？結構ね、FF7 リバースの中でも重要なポジションを担ってると思うんですよね。開発としても結構気合を入れて作ってるんじゃないかなと思うんですよ。なんでかっていうと、メインストーリーとかでもこのクイーンズブラッドに関してはかなり絡んでくるような、感じのゲームになってるので、このね、FF7 リバースを遊ぶことにおいて、やっぱクイーンズ、ブラッドに関しては、ちょっと外すことができない、切っても切り離せないような、関係性があるんじゃないかなと思います。そんなクイーンズブラッドを今回はちょっとこんな感じで、攻略していくといいですよっていう、ちょっと初心者向けの講座をやっていきたいなというふうに思います。どうですか？皆さん勝ててますかね？僕も結構いろいろ試してみた結果、もう勝率100%っていうのは結構やっぱその運が絡んできてしまうゲームではあるので、なかなか難しいんですけども、それでもまあいい成績は収めているんじゃないかなと思います。で、ちょっといろいろ説明したいんですけども、どうしてもやっぱその進捗状態、ストーリーの進捗状態によって、そのカードのね、できる編成っていうのは決まってくるので、いかんせんそのこのカードというか、このデッキが強いよっていうふうには、なかなか一概に言い難いような状態になってしまってるのが現状なんで、ちょっとそのカードをね、編成する上での考え方だったり、盤面をどういうふうに作っていくかだったり、気をつけることについてちょっと話をしていければいいなというふうに感じです。というわけで、今回はそんなクイーンズブラッドの攻略動画になります。早速ちょっと、一戦やってみて、どんなことを考えながらプレイするといいのかみたいなところを話をしていこうかね。基本的にこのゲーム、勝ち方としては2パターンあるんですよ。考え方としては2パターンあって、本当にシンプルに敵のね、盤面を見て数字を上回っていこうっていうタイプの勝ち方と、もう1個は敵の盤面を置けるところを制限しながら、盤面をコントロールしながら、勝っていこうねっていう、そんな2タイプの考え方でやるといいんじゃないかなと思います。そういう観点でデッキも組めるとなおいいんですけども、そんな感じで僕もできるだけ盤面を支配しつつ、数字でも上回れるような、感じの編成でやっています。で、ちなみに言うと、今一応使ってるのが、自分の配置したカードのパワーを上げていくっていうことをメインに主体とした、そんなデッキに今構成してみました。いろいろあるんですよね。もっと敵のカードを消滅させたり、自分のカードを消滅させて手札を強くしていくみたいな、盤面を強くしていくみたいな、そういう編成もあるんだけど、結構考えることが多くて難しいんですよ。今僕が使ってるのはシンプルに自分の手札を強化すればいいよねっていう感じの、そんなデッキを今使ってます。で、ゲームが始まりましたよと。始まったら、まずは、このね、デフォルトで持ってると思うんですけど、この警備兵、こいつに関してはめちゃくちゃ強いです。はい。なんで、多分後半になってもずっとお世話になっていくんじゃないかなと思います。割と上位互換に当たるのがチョコボなんですけど、割と強いんで、これは外さない方がいいですね。で、まず一番最初に何を考えなくちゃいけないかっていうと、やりたいことをやっぱ押し付けたいんですよ。で、最初にやっぱりこの4マスを警備兵で、この中央に一発ドンって置くのが僕の攻略というか、最初にやりたいことなんですよね。なんで皆さんもその自分の、デッキにおいて、一体何を自分がやっていきたいのかっていうのを、まずは明確にすることによって、最初の初動でどのカードを交換すればいいのかだったり、どのカードをどこに配置すればいいのかっていうところで、パターン性が確立されてくると思うんで、そこら辺気をつけてやってみるといいと思いますね。で、オーガを下に置きますよと。で、こうすることによって、もう左上に3コストが置けるようになるんですよね。なんで、あそこで結構こう決めを作っていきたいっていう感じ。はい。で、真ん中のレーンで結構敵が攻めてきてしまっているんで、ここをどうするんですかっていう感じになるんで、はい。こんな感じかな。で、こっからは割と敵の盤面を支配したいなっていう感じ。はい。ここに今ね、置いてくれたんで、なるべく赤い陣地を取ってるんですけど、これを自分の色に変えていきたい。かつ、自分の色は変えられたくないので、必ずしも前に攻めていけばいいっていうわけではないんですよ。はい。オセロとかのさ、角を取ると強いみたいなのあるじゃないですか。あんな感じの要領で、角を取るには、角から1マス離れたマスは、自分が置いちゃいけないよねっていうところのルールがあると思うんですよ。はい。あれと同じ感じで、攻めすぎても取られちゃうんでダメなんだよね。
はい、まあサボテンダー置いときますかね。まあ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 多分いける。で、一応まだ引けてないんですけど、このカードというかこのデッキのテーマがこのイフリートなんですよ。今引けましたけど、はい、このイフリートを左上の3マスのところに3コストのところに配置することによって盤面が完成しますよっていう感じで僕は組んでいます。はい、まあちょっと今回ちゃんと勝てるかどうかなかなか運の要素も絡むんで怪しいんですが、まあ、やっていきましょうと。で、まあ、上にこれ2コストのねがここにあるので、これがちょっと嫌なんですよね。ここに置かれるんですよ多分。次のターンおそらくここに置かれるんですよ。で、そうすると自分が今ね、例えばここに置いてしまうと次のターン自分の陣地取られちゃうんですよね、ここ。だからできればここには置きたくないんですよ。まあここには置きたくないというか、厳密に言うとここも取られたくない、ここも取られたくないっていうのが意図ですね。なんでできればまあちょっとここ前に攻めたくないなっていうのがあります。はい、で、まあ、そうなった時にじゃあどうしようかなっていろいろ考えていくと、まあおそらく今回のケースで言うと、まあ、正解はまあこんな感じで前に攻めずディフェンシブな立ち回りをしていくのがいいのかなとは思うんですよね。はい、で、まあ僕が今考えてるのはおそらくここの、2コスのところに次の端敵が置いてきます、このマスが取られますってなった時に、次にこのクイーン B をこの下に置いて奪い返す作戦で、まあ、ちょっと2手3手ぐらいを、まあ、読んでいきながら敵の CPU の AI を次のターン何してくるのかっていうのを考えながら、まあ、プレイすると面白いですよね。なんで、まあ、このターンはディフェンシブに行きたいっていう意味合いで、まあ、プリン置いときましょうかね。まあ、予想が正しければ上に置く。おっと、あそう来た。あーなるほどね、トリッキーなことをやってくるタイプだ。そうなってくるとまたちょっとめんどくさいんだけれども、まあイフリートで一旦お茶を濁すっていう作戦もできるんですよ。うん、これも前に攻めるタイプのカードではないので、まあ、割とディフェンシブな感じ、かつ、まあ、イフリートの効果が結構強くて自分のあの盤面で、まあ、パワーアップしてる味方カードの数に応じてパワーが上がっていくっていう、まあ割とそのこの後デッキのテーマになってるような、感じですよね。まあ置いときますか。まあ、次こそ上に置いてくるであろうと思っている。そうだよね。あでもそう、うわーちょっとミスったな。まあでも取らせること、ここ取ることはできるから、うん、まあ取ってで下って取られるけど上はなんとか、あ大丈夫だね、うん、オッケー。そしたらクイーン B で下も取れますよと。はい、で最後ファンシーチョコボでフィニッシュと。まあこんな感じでできるだけ結局やっぱ盤面をいかにね、支配できるかっていうところが、まあ勝負の決め手にはなってくるんだけれども、まあもうこれパスしたら勝つんですよね。うん、なんで、まあ、敵としてはもう、まあ、6枚しか置けてないんですよ、これ。6枚しか置けてないんで、いかに、まあ、場所を取るかっていう観点と、あとはバランスよく、どこで勝つかっていうのをしっかり決める。今回で言うと、上のレーンではしっかり勝つことができるし、まあ、下でも、まあ、そこそこな成績を収められたんで、まあ、かなりいいポイント取ったんですけども、うん、まあ、とにかくやっぱり盤面をいかに向こうまで攻めるか、敵にわざと取らせてこっちが取るみたいなところの、まあ、2手3手先を考えることができるとすごく勝率は上がってくるんじゃないかなと思いますね。まあ、単純に今使ってるデッキが、まあ、ちゃんとそのパワーアップで、まあ、強化されていくような、テーマに沿った感じでデッキが構築されてるっていうのもまた、うん、ちゃんとできてるポイントかなと思うんだけれども、はい、そんな感じですね。まあ、これで一回パスすればおそらく勝つはず、うん、勝つよね。まあだいぶオーバーキルスなんで、どこで攻めるか攻めないかっていうのをはっきりした方がいい、まずは。結構やっぱむやみやたらに前に攻めていくと結局まあ本来ね取りたいところも取れないっていう状況になってしまうからこそ、
どうしてもやっぱディフェンシブに行くカードも中には入れておいた方がいいし、あと、まあ、さっきちょっとね使ったんだけれども、あのクイーン B みたいな上のあのレーンで下まで取れるようなタイプのカードとかも結構強いっすね。こういうちょっとトリッキーなコントロールができるようなカードも、まあ、手札に入れておくと仕事はしますよね。はい、あとはこのプリンもね、結構強いんですよ。一見、まあ、前に陣地を伸ばせないから、まあ、弱くねって思ってしまうかもしれないんですけども、このゲーム前に伸ばすことが強さではないんですよね。一旦ディフェンシブに立ち回ることができるっていうのはこのゲームにおいてのめちゃくちゃなメリットなんで、意外と強いです。しかもまあ1コストなんでどこにでも置けるっていうのもまたポイントでかいですね。あとはまあイフリートとチョコボ&モーグリが、まあ、自分の味方のパワーアップに応じてこのカードも強くなりますよと。でまあそのパワーアップするためのカードもいくつか入れてるって感じ。もう一回やってみます。さあちゃんと勝ちたいですね。はい、まあ、結構手札としてはいい感じなのかなというふうには思うんですけども、まあそうだな、どうすっかな、まあこんな感じで、あ、いいですね。もうここでイフリートが引けたのはかなりでかい、かなりでかいです。まあ初手でまずはチョコボ&モーグリ配置します。はい、まあ1手目はね結構みんなやっぱ警備兵か、まあ、チョコバンドモーグリをど真ん中にバシッと決めるのがまあ安定策ではあるよねっていう感じですよね。はい、で、まあ、なんとかやっぱその右上か、ごめんなさい、左上か、左下どっちかにイフリートを配置したい。でまあイフリートが3コストなんで、まあ、ここのどっちかに3コストを作りたいんですよ。でそうなるとまあこうして次のターンにまあ上か下にこう横に伸ばして作っていくみたいな選択になると思うんだけれども、そうだな、まあでも今回のこれで言うと難しいね前に伸ばしたい気持ちもあるし、多分次のターンここに置かれて俺のねここも赤くなっちゃうしみたいな。そう考えると、ちょっと良くない。正直ちょっと良くないけど、まあ、ここに置くしかないんだよな。まあまあ、これでいきますか。ああ、でも上でもよかったな。ちょっとミスったな。ニードルキッスを上に置くでもよかった。あ、でも、そう来る。あ、そう来るんだったら、もうこうなってくるけどね。あ、でもこれだと、まあそうだよね。まあまあまあそうなるわな。で、まあこういうパターンって結構多いんですよ。下は取れてるけど上は取れてないパターン。で、こういう時にクイーン B がマジで仕事する。こういう時にマジで仕事します。まあどっちにしろここで右に伸ばしても、次ここ取られるんで、どっちにしろ。だからまああんま意味なくて。まあクイーン B 安定じゃないですか、多分。さあどうだ。まあそうだよね。でもう向こうは結局やっぱりこんな感じで、まあ、6枚しか置けない状態を、まあ、盤面をうまくコントロールすることによって作っていけてるっていう状態ですよね。はい、んでまあこっからはいかに自分の手札を使って盤面にいる自分のカードを強くしていくかっていうところも考えていく。まあこうですね。まあこれでさらに警備兵はもともと1だったんだけれども5になって相当強いです。ああなるほどね、そういう感じで来るのね。そこ取られたか。まあ取り返すことはできなそうなんですけども、そうだな、何を置くのがいいかな。まあ王が置いとけばまあ間違いはないかな。まあ王がも強いんですよこれ。2コスでもう5ある時点でかなり強いんですけど、はい、でまあここでイフリートを置いてフィニッシュなんですけど、もうすでにかなり強化されている味方がいるので、まあ元々が攻撃5なんですけども9までいきます。でも圧倒的勝利ですよね。はい。まあ、こんな感じで、こう、うまいこと、なんか、やっていけるといいんですけどね。
なかなかでも手札が揃うまでというかデッキをうまく構築するまでが難しいと思うんだけれども、まあ、僕が今使ってるようなこの味方を強化するっていうタイプのデッキはかなり序盤から作ることができるので、まあ、そういうカードを多めに集めながら序盤を乗り切ることができればデッキはどんどん強くなっていくかなというふうに思いますね。結構本当にこのゲーム面白くて、いろんなタイプに特化したデッキを作ることができるんで、なんか本当によくできたゲームだなというふうに思いましたね。一戦一戦もすごい短くて、まさになんかこのソシャゲとかに向いてるゲーム性だなというふうには思っていて、できればこうね、なんかスマホゲーとかになってくれたら俺はマジで全然課金するぞっていうふうに思ってるぐらいよくできた、カードゲームだなっていう印象ですよね。はい、まあまあそんな感じでちょっと雑にはなってしまったんですけども、こういう感じで立ち回るといいよというか、このゲームにおいて考えることみたいなところはいくつかお伝えできたんじゃないかなと思います。もう一回言うんですけども、シンプルに最初はカードの強さで、レーンで勝っていくっていうことを意識すればいいと思うんだけれども、ちょっとその先の発展系でしっかりこの盤面で敵にカードを置かせないっていうことを意識しつつ、敵が次のターンどこに置いてくるから、どこが取られてしまうがゆえに自分は次のターンここに置かなくちゃいけないっていうところまで考えられると、急に多分勝率は上がってくるんじゃないかなというふうに思います。僕もここまで至るのにすごい負けてきたんで、めちゃくちゃ負けてきたんで、はい、ぜひ皆さん参考にしてもらえると嬉しいんでよろしくお願いしますって感じですね。はい、でなんかね、ちょっと本編の攻略ではないんですけども、ぜひ皆さんのおすすめカードもねコメントしてくれると嬉しいんでよろしくお願いします。またね FF7 リバースやってる最中なんで、他にもね攻略できそうな情報があれば投稿していきたいと思います。この動画参考になったよ、なんか知んないけど最後まで見ちゃいましたよっていうそこのあなたや、たまたまおすすめや検索から来たそこのあなた、そんな中でもまだチャンネル登録やグッドボタン押してませんよという方いらっしゃると思います。ぜひね押してから帰っていってください、よろしくお願いしますって感じで、最後までご視聴していただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ではまた。